皆様おはようございます。坂月凛です。今日は12月1日、今は現在は何時、7時5分です。今日は弾丸で福岡の方に行きたいと思います。寝起きでめっちゃテンション低いんですけど、準備して空港に向かいたいと思います。それでは、ゴー。完了。はい、ということで羽田空港に到着しました。イエイエイ。羽田空港の中にある桜ラウンジでビールを注いでます。全部取ったよ。行ってきます。バイバイ。タクシーで向かってます。チャラルシティに到着しました。ラーメン屋を探せ。メリークリスマス。さあ、やってまいりました。一蘭博多店さんです。博多でしか食べれない重箱に入った豚骨ラーメン食べていきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。早速チェックインしました。
テーマ、メインテーマでご準備することとなっておりまして、デザートもいずれもチーズフォンデュのものでしております。上からチョコレートタルト、こちらブリュレの方がですね、ブリュレチョコを使って、ブリュレになっております。中段がチーズムースと、ブリュレにしたチーズケーキ、チーズカット、一番下がソフトチーズケーキ、エリアは、ブリュレは白ぶどうのゼリーとなっております。いただきます。さて、外もすっかり暗くなったところでディナーの時間です。食べまくりの弾丸福岡旅、本日最後のお食事に参りましょう。トリゼンさんにやってきました。前菜と鶏刺しです。美味しそう。
帰りたいと思います。大都会だな、旅行感。食べてごらんとしてます。チェックアウトして帰りたいと思います。ただいまー。はい、ということで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。はい、今回の弾丸博多の旅、実はですね、この動画を初めて私が動画編集をいたしました。動画編集デビューでーす。いかがだったでしょうか。リンの味が出てましたかね。出てたらいいな。はい、ということで、そちらの感想も、まあ、動画全体の感想もコメントでいただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、 SNS のシェアをよろしくお願いします。以上、坂月凛でした。バイバイ。